じめまして、院長の三つのぶです。よろしくお願いいたします。症状はどんな感じですか？肩と首が痛いですね。肩と首。特にパソコンするので、はい、右側が痛いですね。腕とか、はい、力が、はい、なんか足りないんですよね。力が足りない。弱いんです。はいはいはい、していただいて。めちゃくちゃ痛いですから、頑張ってくださいね。はい、さっきのここ。ガチだね。そうでしょう。ここ、ここ、ここ、この辺がガチガチになってまして、どんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じ、はいはい、でガチガチになってます。特にこいつが硬いわ、はいはいはい。それね、今から生肉に戻していくんですけども、その過程がとても痛いんですね。でこの背中の疲れって、まあ、あの骨盤とかが、背中の骨がずれてくるとできてくるので、それで今からね、しっかり緩めていきます。はい、ではまずはじめに骨のずれから取っていきますから、はい、こちら側を下にして横になって休みましょう。はい、では足変えますよ。足変えます。はい、腕変えますね。はい、腕変えます。よし。でね、これでずっとひねっていきますよ。で今からね、骨盤のずれを取っていきますからね。はい、はい、もうガランとして近づいて、そうそうそう、楽にして、そうそうそう。うわ、いい音鳴った。素晴らしい。最高です。この反対側に行きましょう。はい、腕変えます。はい、腕変えます。よいしょ。はい、では今から骨盤の上ね。うわ、もういい音鳴った。はい、もうダランとしちゃった。うわー、いい音鳴った。めちゃくちゃずれてたね。はい。一遍座りましょう、ね。しんどかったんですよ。ね、めちゃくちゃしんどかったね。はい、足を下ろしちゃった。今この背中のずれを取っていきますから、ここでね、こうやって腕組んでもらってよろしいかな。じゃ丸くなってもらって、そのまま後ろ倒れていきましょう。はい、近い、近いやつです。よいしょ。おお。もう一回楽にして、そうそう。よいしょ。はい、手離しましょう。はい、これだけでかなりスッキリしたでしょ。そうですね。だいぶ背中ずれてました。はい、もう自分でも分かってました。はい、はい、ではうつ伏せになって休みましょうか。こっち側をうつ伏せでね、いますよ。そうするとほら、もうだいぶなんか柔らかくなってきましたね。うわ、ここでも硬い。あら、硬い。でもさっきに比べるとちょっとマシと、首の髄をちょっとこうやって取っていくからね。はい、頭かりますね。頭ドンといてもらって、はい、首目指してもらうと、こことここ、うん、こっち側がちょっと痛いかな、うん、で、ここも痛いんだけども、うん、これがずれてるのね、はい、これ今からね、元の位置にバキバキっと戻していきますから、はい、音がパキパキになりますので、ね、では右向いてもらって、ぐーっと上げて、うわー、はい、左向いてぐーっと上げて、うん、いい音したね。そうですね。以上でございます。すごく耐えました。はい、ありがとうございます。はい、気持ちよかったよね。はい。起き上がりたくないと思います。